はい、どうも、ショイティビです。レイです。はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、まあ、日曜日、今ね、はい、グラノにいるんですけど、皆さんにあのご報告がありまして、はい、あと、良平にもご報告がありまして、はい、まあ、良平には言ってないんですけど、はい、まあ、みんなにも言ってないんですけど、実は僕、良平と同じラガーズに入団することになりましたびっくりしたよ。まあ、良平も多分知らんと思う。あの、体験というか、普通になんか助っ人で来てる、冬だったんですよ。まあ今まで自分が日曜日ずっとラガーズでやってたので、そこで何回か来てもらってもいたんですよ。そうそうそう、おいくんも来たりね、はい、やってたんですよ。まさかの入団ということでいつの間に話進めてたびっくりしたわ本当に。そうですね、正直なところ、はい、俺も肩はやってるし、うん、まあ内野手としっていうか、まあ、野手として、はいはい、あのプレーするっていうことで、まあ、まあ日曜日、まあ、土曜日撮影して日曜日や、まあ、実戦で野球やるっていう環境を作りたくて、かといって自分でまあ作るのもあれだし、まあ良平と一緒のチームであれば撮影もできるし、その後ね、こう空いた時間とかに別の撮影もできるし、はい、まあ結構いい環境なのかなと思いまして、まあ、試合、実際今日も試合と試合の合間に撮影してますもんね。そうですね、まあ良平もピッチャーを今頑張ってやろうとしてるし、ね、僕がまあアドバイスできることも、うん、まあ動画外でね、試合を見ながら、はい、実際見ながらアドバイスできることもあるはず、はい、で監督さんには良平だけでなく、うちの若造たちにも、はい、ピッチングとか技術をこうレクチャーというかアドバイスをしてほしいと、そうですね、いうお話をもらいました。以前動画も、出演してもらってるラガーズの後輩が、そうですね、何人かいるので、そうですね、もう彼らがもう僕のこと好きすぎて、もう来てくれ来てくれて、もうね野球つながり本当にこれはいい、うん、あの出会いなんで。まだ良平に言ってないんですけど、俺背番号18番だちょっと待って、未練あるじゃん、めっちゃに。そうなんですよね。まあまあまあ、空いてる番号が、まあ、まあ限られてるのもあるけど、やっぱりいずれはピッチャーとして復活をして、そうですね。まあ、ブイブイ投げて、まあ、実際は、翔平 TV をやってるのは、まあ、ピッチャーでキャッチャーっていうふうにやってるんで、はい、それをラガーズで実戦としてやって、うん、まあ、いろんな視聴者さんがね、相手にいると思うし、YouTube バーバッテリー、はい、VS、なんか普通の X 野球チームっていうのも、うん、なんか楽しいかなと。はい、思います。まあ、他の YouTuber さんは野手とかさ多いじゃないですか、です、ね、なんで逆に面白いかなと、うん、YouTuber がもうバッテリーいいかなと、はい、俺思ってますし、まあその監督さんにも、まあ、正直コーチっていうね役をもらってしまったので、あれ能見さん能見さんみたいですね、能見さん能見さんみたいですね、野手兼投手コーチと、うん、よくわからないね野手だけど投手コーチでね、まあ草野球あるあるそうっていう感じで、まあアドバイスしながら、はい、まあ、今日もまあ試合を一回終わった後のミーティングでいろいろピッチャーに関して、うん、寒い中ねそのままやるのは良くないよと、うん、あのちゃんとアップを準備しないとダメですよっていう話をしました。そう、はい、そういうのを伝えていきたい、はい、技術はもう自分次第なんで、そうは細かいその投げるまでの過程を伝えていければなと、僕の経験した中でですけど、はい、まあその試合前のアップ一つで多分体の動きとか全然変わってくると思うんですよ、ね、そうなんですよ、そういうのをまだ分かってない子たちがいるんで、うん、いるんで、そうね、今日あれあれだったからねそういるんでね、はい、そこはちょっと、レクチャーしたいなと思います、はい、これからよろしくお願いします。お願いします。はい、こちらよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今回は翔平が、良平と同じチームラガーズに入団するというお話でした。はい、この動画いいな、対決してーなーと思った方はチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。よろしく。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。そうそうそう、でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの源田モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、源田グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに最後やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか
ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。